ゃあ内装を見ていきます。まず運転席のドアトリムからですね。結構ね綺麗ですね。特に気になるような傷とかは見当たらないです。で、スカフプレート周りですね、こんな感じでフロアマット含めて綺麗な感じです。で、レカロシートがこう標準でね装備されてるんですけども、シートもかなり綺麗ですね。助手席側も特に気になるようなすれとか破れとかもなく綺麗な状態です。でステアリングですけれども、まあ、こちらも特に気になるようなすれというのは見当たらないですね。こんな感じで綺麗です。続いてダッシュボードですね。特に乗り跡もなく傷もなくといった感じです。でドラレコがついてますね。こんな感じになってますね。ここに USB とか AUX 入る感じです。まあこの辺りのねドリンクホルダー周りとかシフトノブ周りなんかもね綺麗な状態ですね。で ETC がこちらに装着されています。ちょっとエンジンかけてみましょうか。うん、かかりは至ってスムーズな感じ。ちょっと吹かしてみましょう。うん、まあまあこんな感じの吹き上がりなのかな。でこれはですね、まあ、モニターって感じですかね。こんな感じの、モニターになっております。はい、よいしょ。ではリアシート見てみます。右リアのドアトリムも綺麗な感じですね。結構広いですね。こんなに広いんだ。すごい広々してます。リアシートも綺麗ですね。こんな感じで、まあリアシートが広い分トランクのスペースはこんな感じで狭いですけども、まあこのリアシートもね倒せますからね。荷物いっぱい乗せたいときはそんな感じで倒して使うというのもいいんじゃないかなと思います。左リアのドアトリムも綺麗な状態ですね。こんな感じです。こんな感じになってますね。はい、最後に助手席です。まあ、助手席側のドアトリムもねかなり綺麗な状態ですね。こんな感じになってますね。少しちょっと汚れがあるかな。まあでも本当全体的にかなり綺麗な内装だなという感じです。はい、以上です。